こんにちは、柴田です。今回はクール G のストラトタイプをレビューいたします。こちらクール G なんですけれども、まあ皆さんご存知ですよね。島村楽器さんで販売されていたブランドなんですけれども、現在は製造中止ということで、一時期は店員さんがご利用しで売ってくるというところで若干避けられていた時代もあるんですけれども、製造中止になって以降ですね、実はクール G いいんじゃないのっていうので、今また見直されているブランドの一つでもあります。まあ、ご存知の通りですね、こちら国産なんですよ。あの富士源が製造しているということで、普通にやっぱねいいんですよね。作りは富士源のものに非常に似ております。こちらメイプルネックにアルダーのボディで、ローズの指板ですね。オーソドックスなストラトタイプになっております。ただこれねカスタムされて、ここにねハムが乗ってるんですよ。ダンカンのホットレイルですね。でもこのホットレイルはね、強すぎず弱すぎずというところで、ハムなんだけど全然いやらしくないですね。まあ、近年の富士源とかはですね、このネックがサテン仕様になってたりするんですけど、これはね通常の塗装ですね。厚すぎない塗装で非常にスベスベです。なのでちょっと前の機種になるのかな。特徴としてはですね、ヒールレスカットになっております。ネックの質感もいいし、ボディもねアルダーでちょうどいい重さ 3.5 ぐらいで、でペグもね国産でしっかりしていると。作りはねもっと申し分ないので、早速ね音鳴らしていきましょう。うん、張りがある。重すぎず軽すぎず、まあ抜けそうな感じですね。しっかりあって、これミックス、いいっすね。センター爽やかですね。で、リア行きましょう。ハムなんで若干強めなんですけど、でも全然クリーンでいける感じですよね。で、ミックス、これね、ハムとのミックスなのにめっちゃきらびやか。ここいいっすよね。なんだろうね、音量バランスも感じなんですよね。じゃあフロントのハイフレー、では歪ませてみましょう。フロントで、ジュワッと感が
ながらもちゃんとストラトのねジャキッとした感じも出てくる。まあさすが不次元っすよね。まあクール G ね、このロゴがっていう人もいるんですけど、まあねそれ分かんなくもないんですけど、まあ今ね見直されるのも非常によく分かるなと千葉管楽器に今置いてあります。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。